お肉とか迷いませんでした。どういう順番で揚げていきました？一応鶏から最初にしますね。そうささみですよね。みんなささみって最初どういう揚げ方しました？茹でて小さくして、うん、すりつぶしてとか。ミンチって言いますよね。あ、ミンチ、はい、ミンチ揚げました。お肉は片栗粉とか、ひじきとか入れて、片栗粉入れて、お団子みたいにして、でよく食べました。好きみたいで。鉄分多いからレバーを茹でて、そうですね、レバーっていいですよね。レバー茹でて、まあ、ペーストみたいな感じにして、臭みがあるので、ちょっと牛乳で、下処理とか、臭み抜きとかはしなきゃいけないんですけど、それして、おかゆとかに混ぜたら、なんか普通にパクパク食べてくれて。